はい、どうもこんにちは、みくです。本日の動画はダイソー、セリア購入品です。新商品をメインに気になったものを購入してきたので紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。まずはじめにダイソー購入品から紹介していきます。1点目がこちらの食パンケース2枚用というものになります。カットした食パンが2枚分入るものになっています。50ミリまでと記載されています。こんな感じのね、パンの形のケースになっています。可愛くないですか？ちょっと前にマーナの食パンをね、入れる保存袋を買ったんですけど、あれすごい良くてね、追加購入しようかなと思ってたんですけど、ダイソー行ったらね、こんなものがあったので試しに購入してみました。冷凍保存可能で、美味しさ長持ちと記載されています。本当にね、美味しさ長持ちするのかよって気になるところなんですけれども、しばらく使ってまたレポートしたいと思います。食器洗い機電子レンジは本体のみ可能と記載されています。よく見たらここにね、ブレッドって書いてますね。ブレッドで合ってんのかな。で、蓋は結構柔らかい感じの蓋ですね。こんな感じです。保存するこういうケースって真四角とかの方が使いやすいと思うんですけれども、やっぱね、可愛いと買っちゃいますよね。ということでこちら購入しました。次がこちら、花ポンで女性子供用というもので、無香料タイプになります。こちらはね、香料があるタイプもありました。あとね、大人用もありました。15個入っていますね。清潔なチャック付きと記載されています。開けるとこんな感じでチャック付きの袋に15個入っています。最近鼻血がすごい出るんですよ。だからね、これあると便利だなと思って購入しました。まあ、鼻血じゃなくても鼻水が止まんないって時とかにも使えると思います。あとね、お子さんが鼻血出た時とかにもね、いいと思います。次はこちら、積み重ね収納ボックス小仕切り付きというものになります。これ以前にもね、何回も紹介しているやつの似ているやつなんですよね。私のね、お気に入りのやつはここに仕切りがないものなんですけれども、これ多分新商品で、こうね、仕切りがちょっと変わった感じでね、あるものになります。こう4仕切りになっているものとかはあったんですけれども、こうね、5仕切りになっています。5仕切りってなんか言い方おかしいですね。ちょっと変わった形状になってるので、ここにお掃除のブラシ入れて、ここにお掃除シートとか入れてとかも良さそうかなと思います。なんかいろんなことに使えそう。こういうの考えるのめっちゃ好きなんですよね。脱衣所の下に置いてあった水回り用の洗剤のところを見直していきたいと思います。さっき話していたお気に入りのケースはこれですね。2つちょうど入る大きさになっています。使っている収納ボックスはニトリで購入したクラリーというシリーズのものになります。洗剤を入れていきます。洗剤や小さめのブラシ以外にも、カビ防止のテープだったりとか、そういったものも入れました。ケースを追加したことで、こういったチューブ類が入らなくなってしまったので、100均のクリップを留めて、お風呂場にマグネットフックをかけて、水気が飛ばないところにかけておきます。次はこちら、こちら300円商品になります。洗濯ネットビッグサイズというもので、幅 32×奥行き34、高さ40センチのものになります。容量の目安としては、容量目安は掛け布団1枚程度、ブランケットなら1、2枚程度と記載されています。こんな感じでかなり大きいランドリー袋になります。でね、マチもね、しっかりありますね。めっちゃ大きい。ワンポイントにこのようなね、おしゃれなロゴもついています。で、結構長めなね、こういう持ち手もついています。かけてね、持ち運ぶのにも楽そうです。もうちょっとしたら梅雨時期とかにも入ってくるので、まあ、コインランドリーとかね、使用する方にはこういったものね、あると便利なんではないかなと思います。まあ、コインランドリー行かなくてもね、家でも使えそうですね。めっちゃいい、これ1個こういう大きいの欲しいと思ってたので使っていこうと思います。次はこちら、ファイルボックスハーフというもので、お値段が200円。それに合わせて購入したのが、
ファイルボックス用の蓋で、こちらは100円ですね。最近出た新商品で、私がいた時はこのね大きさしかなかったんですけれども、大きいサイズのものもあるようです。カラー的にはニトリのホワイトのファイルボックスに似たようなカラーになってます。真っ白ですね。でね、ちょっと違うのがここがね、こうくぼんでるんですよね。ニトリとか無印のものはくぼんでない。で、ここ閉めてもね、ここが開いてるので、まあケーブル、ルーターとかコード系のね収納にも使えそうですね。ここからねコードが出せたりするので、ほんといろんなことに使えそうです。まあこれは初めて買ったんですけれども、無印のねこのサイズめちゃくちゃ使えるんですよね。キッチンとかね、脱衣所とかいろんなとこで使えるので、まだねこういうサイズ持ってない方は100均でね買って使ってみるのもいいのかなと思います。娘の部屋のデスク周りのコンセントがすごいごちゃごちゃしていたので、とりあえずこれを使ってスッキリさせていこうと思います。次はセリア購入品です。じゃじゃーん。こちらはポニーフックというもので、こちらはスクリューピンメタルというものになっています。セリアに行ったらね、この女の人が描いてるシリーズのアクセサリーめっちゃ可愛いのいっぱいあって、めちゃくちゃ悩みました。まあ、ゴムにもともとねアクセサリーついてるやつもいいんですけれども、普通にしっかり黒いゴムで結んでこうかけるだけっていうねアクセサリーすごい便利そうだなと思って試しに購入してみました。私はね置いてあった中でも一番シンプルなものを選びました。まあ、こういうのつけるだけで普通に黒いゴムで結んでるだけよりもちょっとおしゃれに見えるんじゃないかなと思います。100円だからね、なんかいろいろ揃えたくなっちゃうって言ってるとすぐ物が増えるんですよね。このスクリューピンは留めたゴムの上からねかぶせるものになっていますね。ちょっと使い方がよくわかんないけど、紙に巻きつけるだけと記載されています。私はね家ベなので、どっちかというとシルバーよりゴールドの方が合っているそうです。だから結構アクセサリーは、まあ、シルバーよりもゴールドを選ぶことが多いです。で最後だけねリピート購入品です。 EVA ウォールポケットというもので、6ポケットあるものになっています。大きさが縦25横32センチになります。これはね前にも紹介したことありますね。めっちゃ便利なのでね、購入しました。前は、友人のお姉ちゃんをねお家で使ったので、今回は自分のお家でも使っていきたいと思います。手洗い場の下に使いたいと思います。フックを貼っていくんですけれども、粘着が残ってしまう場合があるので、そういうの気になる方は、マスキングテープとか貼ってからフックを貼ることをおすすめします。三面鏡の中に収納していたピンだったりとか、あとは小さめのゴムを収納したいと思います。あまり大きいものを入れたりとか、入れすぎてしまうとこのビニールがね破れてしまう可能性があるので気をつけてください。はい、こんな感じで今日は100均購入品を紹介しました。気になった商品があったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。できればグッドボタンとチャンネル登録もしていただけると更新の励みになります。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。